家庭用ロボット、家庭用ロボット、家庭用ロボットとは家庭で用いられるロボットのことである。家庭用ロボットは家庭で用いられるロボットである。多くは家庭での生活を助ける目的のものであり、何らかの家事を助けるためのロボットである。また、人とコミュニケーションを行い人の心を癒やすことを目的としているものもある。 アイザック・アシモフの1940年の SF 作品、アイ・ロボット、我は、ロボットに収録されたロビーでは、人の形をし、細やかな動作で海外しく子供の世話をする、喋れないロボットが描かれている。2014年時点では家事のすべてをこなす者は、登場していないが、家事のうちの一つを行ってくれる者はすでに存在している。家事といえば、代表的なものは、 掃除、洗濯、炊事であるが、例えば、掃除ロボット、洗濯ロボット、調理ロボット、食器洗いロボットなどは存在している。このうち洗濯用、調理用、食器洗い用のロボットは、一般には家電品と思われていて、ロボットと意識されていないが、その実態としては、ロボットと呼んで良い状態になっているものである。ロボットといっても、 手や足がついていなければならないということはなく、形状は様々なのである。現代の全自動洗濯機の内高性能のものは、洗濯物の量などを判断しており、あるいは人工知能、ファジーロジックなどを搭載しているものもあり、家事を助けているのである。日本で白物家電と呼ばれているものの中には、ロボットに分類して良いものもある、高性能の多機能レンジ高性能の炊飯器等、 人の心を癒す目的のロボットも製品化され、かなりの台数販売されてきた実績がある。例えばソニーのアイボである。ただし本記事では、加減機器の単なる延長で自動化が進んだものは、割愛し、ロボットに分類されるのが妥当なものを扱う。家庭用ロボットでは、一般に、親しみやすいデザインが重視される。家庭では、一般に、 リラックスすることや安全が重視されており、緊張を強いられるようなデザインや危険な形状は避けられる。例えば、あまりに機械っぽい形状、例えば剥き出しの直線的な金属部品や、ボルトナット類だらけのロボット、人がけが押しかねないような形状は避けられる。なお、キリスト教文化圏では、人型ロボットは、神への冒涜と捉える傾向がある。 親しみを感じさせる形状が選ばれる。掃除や調理等といった特定の機能に特化したものは人や動物の形をしていないものが多い。SF では人の姿をしたもの、ヒューマノイド型、アンドロイドも描かれることがあり、研究者の中にもそれを実現しようとしている人もいる。あるいは犬や猫などペットとして親しまれている動物の形状をしたもの。 何らかのキャラクターを模したものなどがある。現在開発が進んでいる家庭用ロボットの多くは動物に習って顔、頭部、二つの目、手や足といった棒状の機能部分を持っている。コミュニケーションを取る際に何らかの意思表示を音声以外、表情に相当で行うものも想定されている。特に人間の形を模したものでは顔と識別可能な表示部分を持ち、 円滑なコミュニケーションを図る機能が想定されている。ユーザーインターフェース。ただし、人や動物に似ていれば良いというものではなく、不気味の谷現象が起きる場合がある。買い物などの不特定多数の市民と接触する可能性のある仕事をこなすためには、周囲への心理的影響は大きな問題となりうる。人間社会の中で、 人に混じって行動するロボットの開発はすでに進められており、日本では福岡市が地域おこしの一環もあって、ロボット特区と呼ばれる特区を制定、行動にてロボットの実地運用試験を行う等の動きも見られ、テムザックなど現用のロボットメーカーがテストに参加している。一方、21世紀初頭では家庭用掃除ロボットが急速に普及しつつある。 米アイロボットなど多くの企業が製品開発にしのぎを削っており、日本メーカーは後陣を排しているものの、シャープの心棒のように掃除用ロボットとコミュニケーションを楽しむという利用法を提案する製品も登場している。また、住居全体を一つの人工知能を持つロボットとしてしまおうというコンセプト、ホームオートメーションも存在するが、 こちらは住居者自身から見れば、様々な自動化、省力化機器を備えた住居との差異が明確でないため、こちらを指して、家庭用ロボットと呼ぶことは少ない。家庭用ロボットの実用化並びに、本格的な普及にあたっては、以下のような課題が指摘されている。ロボットは、人の操作ミスで他者に何らかの被害をもたらす、危険性もあること、内部に、 多数の稼働部品やモーターを持つため、現時点では、メンテナンスフリーでの長期運用は、難しいと考えられているとから、自動車などのように運転免許や車検に類似する、制度が必要ではないか、との指摘もある。家庭用ロボットを実際に運用しようとすると、故障や衝突等の際の修理等の費用負担や、移動時に他社に接触し怪我を負わせてしまったりした、際の損害賠償。 ロボット内部に保存された情報が外部に漏えいした場合のリスクなどがある。ワイヤレスジャパン2003で池島は実際に家庭で使うと家庭にいる子供がケーブルをかじる、叩く、落とすなど予想外の行動をとるのでこれを保険などでカバーする仕組みも用意しなければならないとした。家庭用ロボットで生じる様々な問題に関しては様々なフレームワーク、 枠組みでの捉え方があるが、一つは PL 法による捉え方である。もう一つは、自動車のリスクとの類似性に着目して、自動車関連のフレームワークを流用して、自動車損害賠償責任保険のような仕組みを作る、ことである。生活支援ロボットとも呼ばれる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。